はい、どうも皆さん、こんにちは、クロッシーです。ということで、今回は、久しぶり、商品紹介的なことします。はい。ということで、今回紹介していくのはこちら。はい、アストロガールズモデル、アストロガールズスペシャルエディションの、待って、AHD1100 でございます。はい、ということでね、当てていきましょう、早速なんで。若干、ピンボケがひどいね。こんな感じか。OK。で、紹介していくんですが、まあ、まず開けます。まずこちらのヘッドホン、まあ、ヘッドホンなんですけどね、買った理由というのが、まあ、このアストロガールズっていうね、このなんか、なんだっけな、まあ、ユニットみたいな感じのなんかね、商品の販売するときのイメージキャラクター的な感じで、作られたものらしいんですね。で、まあ、そのね、CV が上坂すみれさんなんですよ。まあ、そこは別にいいんですけど、まあ、そこに関してはまあちょっと若干ね、その前から購入を検討していたんですよ。で、もともとこれは、七日さんっていう、まあ、いつも、ね、自分がよく推してる COD 実況者の方、推してるっていうか、まあ、好きな COD 実況者の方がいらっしゃるんですが、まあ、その人のね、ライブ放送中にね、まあ、聞きまして、いいヘッドホンないですかって聞いたら、まあ、これが返ってきたんで、まあ、じゃあこれ、いい感じのヘッドホンらしいし、まあ、じゃあそれに CV 上坂すみれだし買うかっつって買ったんですね。で、はい、じゃあ開けていきましょう。やっと開けれそう。ちなみにこれデヨンですね。あ、デノンですね。なんで、うん、デノンのヘッドホンです。あかねんだ、開いた。よし、来た。はい、こんな感じ。で、50周年だったかな。50周年だからなんか作ったとかのモデル、50周年になったことでなんかこのアストロガールズっていう、なんだろう、宣伝キャラクターを作ったっていう話らしいんですね。どっから開けるんだこれは。ヘッドホンだから意味わかんない開け方すると壊れるから怖いんだけど。ちょっと待って、開かないんだよ。はい、広がりましたね。はい、アストロガールズクリアファイルだね、小さめの。なんだこれは。なんか音源が配布されてるようですね。はい、こんなの。うん、音源って言っても多分これ新編の声が聞けそうなんで、聞かせていただきたいと思います。はい、そして、まあ、本題の中身なんですけど、赤に、ちょっと待ってね、どう開けるんだ。ヘッドホンね、買うの実は初めてなんですよ。まあ、ゲーミングはあるんですけど、こういうなんかさ、普通に聞くようなヘッドホンって買うの初めてで。でね、まあ、それはいいんですけどね。よし、こんなもんか。はい、こんな感じですね、中身は。なんだっけな。確か、まあ、この中身のモデルは、D1100 と、まあ、中身のものは同じです。なんでアストロガールズってだけちょっと値段が1000円ほど高くなっております。はい、こんな感じだね。まあ、すごいね、あれ耳が綺麗に入る形なのかな、が、まあ、合わさる形かどっちか分かんないですけど、はい、って感じですかね。で、残り入ってる付属品がですね、これ延長コードですね、多分。こっちに刺すところがあるんで。これと、これの延長コードです、多分。と、アストロガールズのバッジ。なんだこれは。あ、ヘッドホンリーですね、これ。多分ね、ヘッドホンリーですね。と、予備のピンでございます。予備のピンっていうか、あれだね。あれに刺すピンだね。忘れたけど、名前が。アンプかなんかに挿すピンじゃないかな、多分それで合ってますね。あとは付属品、はい、ここですね。見えるかな、ピントが綺麗に合わないですね。まあ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 、いいや、読もうか。ポーチと 3.5mm 延長コード見えるかな。手にあれが合っちゃってるけど、まあまあまあ、いや、合わないからやめましょう。はい、まあ、こんな感じの付属品ですと。じゃあ全部片付けましょう、これです。
まあ一つずつ当てていきたいと思います。じゃあまずこのポーチから当てていきましょう。まずポーチこんな感じ。まあ基本的になんかなんだちょっと高めの椅子のなんか椅子の生地みたいな感じですね。中はこんな感じですね。多分綺麗に入る形になってるんじゃないかな。これはヘッドホンなんですけど、そうですね、横も横幅とかも大体ぴったりになってますね。はい、まあ綺麗に入る感じになってると思います。はい、そんな感じですかね。で、次がアストロガールズ缶バッジ。まあこれに関しては多分ほとんどおまけレベルですけどね。まあ一応当てましょう。で、アストロガールズ光るね。まあこんな感じだね。はい、で、最後延長コードですね。こんな感じ。まあ普通に刺さりますね多分。で、最後じゃなかった、もう一個あったね。どこ行った。動画の冒頭で紹介したファイルでしょ。で、本体かな。で、終わりですね、付属品は。じゃあまず本体を当てていきましょう。まあコスパ的な話をするんだったらこれが一番いいといった感じの紹介だったので、まあ自分は別に音響中でも何でもないので、とりあえずね、1個ね、ゲーミングじゃないヘッドホンが欲しかったっていうのが、まあ一つの理由ですね。ゲーミングってね、普通に使われちゃったりとか、ちょっとね、いろいろしちゃうんで、ちょっと今回はね、買ってみました、お試しでね。もうお試しですよ、あくまで。これテープきれいに切れなかったんだけど。ね、きれいに取れるかな、これ。取りたいんだろう。ハサミで切るの危険だな、ちょっと怖い。OK。よし、こんな感じかな。取れましたね。まあ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 、普通のヘッドホンって感じですね。特に何の変哲もない。はい。ちょっとここが硬いかな。それぐらいかな。他は別に変哲のない感じですね。こっちの線の方も。開けます。はい。まあこんな感じかな。ちょっと。はい、これ。これぐらいですかね。多分これで終わりかな。で、延長コードがまあこういう風に刺さることで、はい、まあ綺麗に刺さりますね。綺麗にとか、まあ僕まだ刺さんないんですけど、まあ色合いとかは割といい感じだと思います。はい、こんな感じ。じゃあ実際につけてみたいと思います。でもちょっと自分はね、顔出しとかしないので、その映像は見せられないんですけど、つけ心地とかレビューします。ということで、いろいろ使ってみました。はい、こちらのね、使ってみたんですが、結論から言いましてね、普通にいいヘッドホンだと思います。まあやっぱりね、いろんな人がおすすめするっていうこともありますし、まあ普通にね、評価も高かったんで、もともとね、いいものだなと思ったんですけど、コスパ的には本当に良かったなと思います。まあ Amazon のレビューとか見てもらっても分かる通り、まあ当時よりちょっと値段は上がってるんですが、まあ十分かなと思います。まあ自分が初めて買ったヘッドホンっていうか、まあこういうオーディオ系のヘッドホンだったんで、ちょっとね、あんまり他の比較商材がないので、詳しいことは言えないんですが、まあ良かったかなと思います。ゲームするとかにはね、十分支障なくゲームできたんで良かったなと。と、あともう一つ言うとあれば、これかな。これアストロガールズの、オリジナルキャラクターソングなんですけど、まあこれ良かったね。こっちがね、こっちがなんだろう、レビューとかを見る感じだと、これね、その、なんだろう、曲だけで1000円分の価値があるんで、十分元が取れますよとか、もう全然いい商品だと思いますっていうレビューもあったんで、まあいいかなと。普通にね、そういうの見てもね、分かる通り、なんだろう、コスパ的には本当にヘッドホンだと思、いいなと思います。ということでね、まあ皆さん、ぜひともご購入検討ください。ということで、ご視聴ありがとうございました。